どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、月額制宿泊サービスのハフありますよね。先日ねカンブリア宮殿にも出て非常にね話題になりましたけども、このハフがですねコインで航空券ね購入できるようになりましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、月額制宿泊サービスのハフがですね、 JAL のね航空券がハフのねコインで購入できるようになりましたということで、今まではですねこの JAL の航空券っていうのはハフでね利用することができたんですけども、今まではですね、まあ対象プランじゃないと利用することができない、またね募集も結構前に行われてすぐね埋まってしまって、まあ今現在はですねこれから利用するみたいなことは今まではできなかったわけなんですけども、5月のね11日からですねニュースタスタンダードプランでですね、こちら月額9800円のプランでですね、この JAL のね航空券購入がね対応になりました。またね航空券のね即時予約もね同時に開始になったということで、まあ、先日ねカンブリア宮殿にねこのハフ出た際もねかなり話題になりまして、またねその時にもねお話しさせていただきましたけども、このハフでね JAL の航空券買って乗ってもですねマイル貯まりますし、またねフライオンポイントも貯まるということで、こちらねかなり気になっている方ねいらっしゃると思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではね内容に入っていきたいなと思うんですけども、大前提としてね聞いといていただきたい話がちょっとありまして、このハフっていうのは月額制宿泊サービス、つまりサブスクのね宿泊サービスなんですよね。ですのでホテルに泊まっても泊まんなくてもお金かかりますし、またね飛行機に乗っても乗らなくてもこのサブスクのね費用っていうのはねかかってくるっていう風になるんですよね。でまたですねこのJAL のね航空券購入できるプランっていうのはですねニュースタンダードプランですかね、こちら購入することができないっていう風になっておりまして、このプランがですね一月9800円かかるんですよね。まあ9800円かかるんですけども、まあ300コインがねもらえるこのニュースタンダードプランがね対象になってるんですよね。一月9800円っていう風になりますんで、年間ねずっと契約してると維持費は11万7600円っていう風になるんですよね。ですので普通に考えて年間11万7600円って結構高いじゃないですか。ですのでまあこのハフっていうのはですねいつでもねお休み無料会員ね戻ることもできますので、お得に利用できる時に利用していただく、で利用しない時は休会するみたいな、まあこういった感じでね利用していただかないとですね結構ね高いサービスになってしまいますんで、何も考えずにね利用するっていうのはね基本的にお勧めできないっていう風になるんですよね。で今回JAL の航空券ね購入できるようになりまして、ちょっとね私の方で、まあ、調べさせていただいたわけなんですけども、やはりね普通に航空券購入するよりかは少しお得にね利用することは場合によってはできるって言った形になるんですよね。ですので本当にめちゃくちゃお得ですみたいなね、まあ、そういったサービスではございませんので、まあ、この点はね注意していただければななんていうふうに思います。ということで本題にね入っていきましょう。こちらね5月11日からですね JAL の航空券システム連携がスタート、即時予約が可能にということで、5つのねポイントということで、分かれております。まずね1つ目ですね、ハフコインで航空券が予約可能になります。で同一日の同一路線であれば必要コインがですね変わらないっていうシステムになってるんですよね。一応直前発券であったり繁忙期にはですねこちら変わるみたいなんですけども、基本的に同日の同路線であればですね必要コイン数一緒っていう風になりますんで、これはね非常にいい点ですよね。航空券ねよく買われる方はねわかると思いますけども、航空券の料金って朝のねすっごい早い時間帯とかすっごい遅い時間とかね使いづらいね時間帯の航空券は比較的に安く設定されていて、利用しやすいね時間帯っていうのは基本的にね高くなる傾向があるんですよね。まあこういった感じになってるわけなんですけども、このハフでね利用する場合はですね同日の同路線であれば同じね必要コイン数で利用することができるっていった形になってるんですよね。で2つ目ですね、100コインで前日までキャンセルがね可能っていった形になります。ハフのねホテルに関してはね前日まで無料でねキャンセルできるわけなんですけども、航空券に関しては前日まで100コインでキャンセルが可能っていった形になります。キャンセルはね
航空券に関してはね、無料ではございませんので、この点はね、注意してください。で、3つ目ですね、航空券の予約は前日の23時日本時間までっていう風になります。こちらは今までですね、ハフの航空券予約っていうのは、搭乗日の8日前の12時までっていう風になってたみたいなんですけども、これからは前日の23時までね、こちら予約することができるっていう風になりますし、残席状況とね、予約、即時予約がね、可能になりました。で、次にですね、フライオンポイント、マイルも獲得することができます。これもね、結構いいですよね。非常にね、これ要望が多かったみたいで、今後はね、1区間ごとに普通席であれば、区間マイル 50%、クラス J であれば 60% がね、貯まるようになります。で、5つ目ですね、シームレスな搭乗体験ということで、こちらね、ハフのね、サイトからそのままね、QR コードを出して、そのまま保安検査場によって搭乗ね、することができるっていう風になりますんで、このね、ハフで JAL の航空券取った場合でもですね、特にね、手続きなくね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。で、次にね、ハフで利用できる路線についてなんですけども、こういった形になっておりまして、148国内路線ということで、一部の地域ね、除かれるみたいなんですけども、国内のね、JAL の運行されている全路線がね、このハフのコインでね、利用することができるっていう風になりますんで、これはね、非常に便利ですよね。それでは次にですね、JAL のね、航空券利用する場合の予約条件ですね。まず、冒頭にも言った通り、JAL のね、航空券を利用できるプランは、ニュースタンダードプランのみっていった形になります。こちらね、今、新規入会キャンペーンやっておりまして、1月目はですね、8820円で利用することができるんですけども、2ヶ月目以降は、1月ね、9800円っていった形になります。で、1月目から、もらえるコインは、1月300コインっていった形になります。冒頭にも言ってる通り、月額制の宿泊サービスっていう風になりますので、飛行機に乗っても乗らなくても、ホテルに宿泊してもしなくても、こちらね、料金はかかるっていった形になります。で、またですね、この JAL の航空券、今回ね、コインで利用することができるようになったわけなんですけども、ハフのホテル予約がないと、このね、飛行機の予約っていうのは取ることができないっていった形になるんですよね。ですので、手順としてはホテルを予約しますよね。その次に航空券を押さえていただく。まあ、こういった流れになるんですよね。ですので、予約がね、全く入ってない状態だとですね、こちら航空券の予約はね、できないっていった形になりますんで、この点もね、注意していただければなと思います。で、またですね、飛行機に乗れる期間もね、決まっておりまして、チェックイン日の28日前まで、またですね、チェックアウトの28日後までの間に、このね、飛行機を抑える必要があるっていった形になるんですよね。こちらね、6月15日、1泊2日でね、予約した場合の、こちら、飛行機がね、乗れる区間なんですけども、6月15日に1泊2日でね、ハフで予約取ってる場合は、5月の18日からですね、28日前までっていう風になりますんで、ここから飛行機がね、乗れるっていった形になるんですよね。で、チェックアウト後はですね、28日後までっていう風になりますんで、7月の14日までにですね、飛行機の予約がね、取れるっていった形になるんですよね。こういった感じでですね、チェックインの前後28日間しかですね、航空券のね、予約できる期間っていうのはないっていう風になりますんで、これもね、注意していただければなぁなんていう風に思います。で、またですね、こちらは航空券のね、予約可能期間なんですけども、ホテルにもですね、予約可能期間っていうのが決まっておりまして、希望チェックイン日の90日前からですね、当日21日までね、予約可能っていう風になっておりますんで、航空券に関しても、ホテルに関してもですね、予約できる期間っていうのが決まっておりますので、こちらはね、注意していただければな、なんていう風に思います。それでは次にですね、航空券の予約についてということで、予約自体はですね、即時ね、確定っていった感じになります。で、1区間ごとにですね、このね、コインが必要っていう風になりますんで、ハフでもですね、乗り継ぎ便っていうのが利用することができるんですけども、その区間ごとにですね、コインがね、必要になります。またね、航空券の予約のタイミングによって、この必要コインね、変動するそうなんですけども、安い時にとっても、高い時にとってもですね、差額変換みたいなのね、しないっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、予約のキャンセルなんですけども、キャンセルは前日の11時まで100コインでできるわけなんですけども、変更はできないんですよね。
この点もね注意してください。もしね予約を取り直したいっていう時は一旦キャンセルして、キャンセル100コインを払ってまた予約をし直すっていう風になりますんで、予約する際はですね注意してね予約していただければなと思います。またね同伴者を伴って利用する場合、まあ、今回ね航空券がコインで抑えられるようになったっていう風になりますんで、まあ、私の場合はね子供と私と奥様でね行くっていった形になりますよね。まあ、その時に奥さんがねハフ会員じゃないとこちら利用できないのかっていう話なんですけども、こちらね同行者の方に関してはハフ会員でねいる必要はありません。その代わり同じホテルにね宿泊する必要があるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいてください。こういったね複数人で利用する場合の注意事項みたいなのは公式サイトにね結構細かく記載がありますので、家族構成になりますんでね結構人によって変わるかななんていう風に思いますので、気になる方はこちらね概要欄に載せておきますんで、ぜひねチェックしてください。で次にね座席の指定についてなんですけども、 JAL のホームページからですねこちら座席の指定っていうのはね利用することができます。できるんですけども、ハフでね行っておりませんので、こちらご自身でねやっていただく必要がありますので、この点ね注意してください。で一番ね注目度が高いところだと思うんですけども、必要コインですよね。これがねどのぐらいなのかっていうところなんですけども、このね必要コインっていうのは変動性っていう風になってるんですよね。ですのでこの路線だったらこのコインで絶対行けますよっていうのは正直ね言えないっていう風になるんですよね。でこの航空券の必要コイン数を見るのもですね一覧表があるわけではなくて、宿泊予約を入れてそうすると航空券の予約が見れるようになるわけなんですけども、この有料プランじゃないとね多分見れないと思うんですよね。私もちょっとね見たいなと思ったんですけども、結局ね課金しないと見れなかったので多分見れないと思うんですけども、私がね5月20日の土曜日で検索するとこういった形になります。東京札幌800コイン、東京沖縄700コイン、東京伊丹400コイン、東京福岡800コインといった形になります。こちらいずれもですね1人片道の必要コインという風になりますので、これで往復していただく必要がございますので、基本的にこれがね2倍かかってくるっていった形になります。今ね紹介キャンペーンをやっておりますので、まあ、概要欄にね載せておきますけども、そちらの URL から登録していただくと初月ね8820円で300コインがもらえて、紹介 URL 登録でプラス100コイン、合計で400コインがねもらえるっていった形になるんですよね。で400コインがねもらえる、あじゃあこれでね東京伊丹ね行けるっていう風になるわけなんですけども、この400コインで東京伊丹にはね行くことはできるんですけども、飛行機の予約っていうのは先ほども言った通りですね、ハフのホテルをね抑えてないと航空券は抑えられないんですよね。ですので初月今8820円で、まあ、合計400コインね獲得することができるんですけども、これだけでですね飛行機に乗るっていうのはちょっと厳しい感じになりますかね。もちろんコインはね変動性で、まあ、もう少しね下がったりすればね利用することができるかもしれないんですけども、まあ、私がね調べた感じだと使用量数がこういった形になっておりまして、もっとね短い札幌から秋田とかねここら辺だったら350コインとかもね、まあ、ありましたので、まあそういった路線であればですね、まあ、片道乗ってドミトリー宿泊みたいな、まあ、そういったのはねできるかもしれないんですけども、まあ、帰りのコインがね足りないので、まあ、帰りは実費みたいな感じになってしまうと思うんですよね。まあ、こういった形になりますんで、まあ、今すぐ始めて今すぐ利用するっていうのはちょっとね厳しいですかね。これから数ヶ月ね課金していただければですね、まあ、利用することはできるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、こういった感じになりますかね。でですね、じゃあ今回のこの JAL の、 航空券がハフのコインで利用することができて、まあ、お得に利用できるのかっていう話なんですけども、私がですね東京沖縄ね5月20日、片道ね700コインでね、検索出てきてっていう風になりまして、5月の20日行って700コインで帰ってきて5月の21日700コインで今出てきたんですよね。ですので往復1400コインでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これをねいくらぐらい課金すれば利用することができるのかっていう話なんですけども、今ね紹介キャンペーン、先ほども言った通りね今紹介キャンペーンで100コインがもらえます。で初月が
8820円で300コインで、2ヶ月目から5ヶ月目までは9800円で毎月300コインという風になりますので、5ヶ月やっていただくと1500コインプラス紹介キャンペーンで100コインねもらえるっていう風になりますので、これをね課金ねいくらでできるかっていうと4820円っていう風になります。で、羽田から沖縄までの往復がね1400コインっていう風になりますんで、残り200コイン余りますよね。で、この200コインで星野リゾート那覇 OMO5 っていうんですか、ちょっと読み方が分かんないんですけども、まあ、こちらね200コインで利用することができますので、まあ、これで合計1600コインですね。で、これで4820円で利用することができるっていった形になります。残念ながらこちらは1人分っていう風になりますんで、2人分だとねこれが、ホテルはね倍かからないんですけども、羽田沖縄のね往復1400コインが倍かかるっていう風になりますんで、1人分だとですね4万8020円で利用することができるっていった形になります。まあ、これはねあくまで1人分っていう風になるわけなんですけども、4万8020円ですね、羽田沖縄往復して星野リゾート那覇、こちらを200コインで抑えればね宿泊することができます。これをですね、先ほどね JAL の公式サイトで最安値でね優勝で取ろうとすると、5月の20日行きで5月の21日帰りでね、航空券取ろうとすると4万3020円で、星野リゾート那覇 OMO こちらが、ダブルルーム楽天トラベルで、1万2000円ぐらいっていう風になりますんで、航空券と合わせると、5万5202円っていった形になるんですよね。ですのでハフでね利用していただくと、5ヶ月課金していただいて4万8020円航空券の往復と、星野リゾート那覇のね200コインでね宿泊することができますので、まあ7182円ですね、ハフで予約した方が、まあ、安いっていった形になります。もちろんねこちらは計算上ね、まあ、安くなるっていう風になりますんで、まあ、これもね7000円ぐらいの差っていう風になりますんで、まあ、タイミングによってはですねそんなに変わんなくなる場合もありますし、もうちょっとね広がる場合もあるかもしれないですね。特にね繁忙期とかはね星野リゾートとかね1万2000円で多分宿泊することはできないと思いますので、ですのでやはりねこのハフっていうのはいつでもすごいねお得に利用できるかっていうよりも、まあこのタイミングをあってね突き詰めて考えていただければ、まあお得にね利用できることもあるっていった形になるんですよね。ですのでなかなかですねめちゃくちゃお得です、今すぐ登録しましょうっていう感じではねなかなか言えないですかね。もちろんねホテルに関してはですね、カンブリア宮殿出た時に動画も出しましたけども、土日も祝日もゴールデンウィークもね繁忙期も関係なくね同じコイン数で宿泊することができるっていう風になりますんで、まあ、それだとね結構お得に利用できるパターンが多いんですけども、この航空券を絡めるとですねちょっとね制約等々も多いので、もしね利用されたいっていう方はですねよくね計算していただいてですね、うまくね利用していただければねお得になることもあるかななんていう風に思いますので、まあ、一つのね選択肢にしといていただくのもねいいのではないのかなと思います。ということで今回ですね、月額制宿泊サービスのハフがですね、JAL の航空券コインでね、購入することができるようになりましたということで解説ね、させていただいたわけなんですけども、やはりね、マイルを持っているマイラーからすると、わざわざね、航空券をハフでね、利用しなくてもいいかなっていうところですね。やはりね、特典航空券で飛行機乗って、で、現地のホテルをハフで抑えるみたいな。まあ、こういった方がですね、全然お得にね、利用できると思います。ハフっていうのはですね、前日までね、キャンセル無料でね、ホテル予約ね、しておくこともできますし、繁忙期も週末もゴールデンウィークも夏休みもね、全部同じコインでね、利用することができるっていう風になりますんで、ハフの強みはやはりここかなっていう風に思うんですよね。まあ、もちろんね、航空券のね、どの便でも同じコインでね、利用することができるっていう点ではね、非常にいいかななんていう風に思うんですけども、やっぱりね、必要コインが結構多いので、まあそれであればですね飛行機はマイルで取ってホテルをねハフで利用していただく方がですねお得にね利用できるのではないのかななんていうふうに思いました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。